UEFA チャンピオンズカップ1974から75は20回目の UEFA チャンピオンズカップである。1975年5月28日にフランスパリのパルクでプランスで決勝が行われ FC バイエル・ンミュンヘンが2年連続2回目の優勝を果たした。一オモニアはキプロンスの政治情勢により危険ビドーベブイルフ補充フジュネスエシュ。 V フェネルバフチェハイドクスプリト V ケフラビーク、サンテティエヌ V スポルティング CP バイキング V アララト、エレバンデフスキスパルタク V ウイテシュトドージャリーズ、ユナイテッド V チューリーヒスルバンブラチスラバ。V アンデルレイヒトセルティック V オリンピアコスフェーエノールト、V コールレーンボスト、リンツ V バルセロナバレッタ v h JK。 ウニベルシタテア CV オートビーダベリ、ルフ補充フ V ビドーベルフ補充フが合計スコア2-1で勝利。フェネルバフチェ V ジュネスエシュフェナーボズが合計スコア5-2で勝利。ケフラビーク V ハイドクスプリトハイドクスプリトが合計スコア9-1で勝利。スポルティング CPV サンテティエンヌサンテティエンヌが合計スコア3-1で勝利。 アララトエレバン V バイキングはアララトエレバンが合計スコア6-2で勝利。ウイペシュとドージャ V、レフスキスパルタクウイペシュとドージャが合計スコア7-1で勝利。チューリッヒ V リーズユナイテッドリーズが合計スコア5-3で勝利。アンデルレヒト V スロバンブラチスラバ合計スコア5-5となり、アウェーゴールによりアンデルレヒトが勝利。オリンピアコス V セルティックオリンピアコスが合計スコア。 3-1で勝利。コールレーン V フェーエノールトフェーエノールトが合計スコア11、1で勝利。バルセロナ V ボストリンツバルセロナが合計スコア5-0、で勝利。HJKV バレッタ HJK が合計スコア4、2で勝利。オート b ダベリ V ユニベルシタテア C オートビダベリが合計スコア4-3で勝利。ルフホジューフ、V フェネルバフチェハイドクスプリト V サンティティエンヌバイエルン。 ミュンヘン V マクデブルクコークセルティック V アララトエレバン、ウイペシュト、ドージャ V リーズユナイテッドアンデルレヒト V オリンピアコス、フェーノールト V バルセロナ 1JKV オート B、ダベリフェネルバフチェ V ルフ補充フルフ補充フが、合計スコア4-1で勝利。サンティティエンヌ V ハイドクスプリトサンティティエンヌが、合計スコア6-5で勝利。 マクデブルク V バイエルンミュンヘンバイエルンミュンヘンが合計スコア5-3で勝利。アララトエレバン V コークセルティックアララトエレバンが合計スコア7-1で勝利。リーズユナイテッド V ウイペシュトドージャリーズが合計スコア5-1で勝利。オリンピアコス V アンデルレヒトアンデルレヒトが合計スコア5-4で勝利。バルセロナ V フェーエノールとバルセロナが合計スコア3-0で勝利。 オートビーダベリ VHJK オートビーダベリが、合計スコア40で勝利。ルフ補充フ、V サンテティエンヌバイエルンミュンヘン V アララトエレバン、リーズユナイテッド V アンデルレヒトバルセロナ V オートビー、ダベリサンテティエンヌ V ルフ補充フサンテティエンヌが、合計スコア43で勝利。アララトエレバン V バイエルンミュンヘンバイエルンミュンヘンが、合計スコア21で勝利。 アンデルレヒト V リーズユナイテッドリーズが合計スコア、4-0で勝利。オートビーダベリ V バルセロナバルセロナが合計スコア5-0で勝利。サンテティエンヌ V バイエルンミュンヘンリーズユナイテッド V、バルセロナバイエルンミュンヘン V サンテ,ティエンヌバイエルン、ミュンヘンが合計スコア2-0で勝利。バルセロナ V リーズユナイテッドリーズユナイテッドが、合計スコア3-2で勝利。 バイエルン・ミュンヘン・ブイリーズ・ユナイテッド・チャンピオンズ・カップ1974から75の得点ランキングは以下の通りありがとうございます。